イメラジオ第2482回、今日は令和2年9月22日秋分の日です。火曜日、時刻は午後5時、横浜港北、火曜の夕方けれど、つくつく帽子は頑張って泣いています。6時頃、今5時ですが、6時頃になると本当に暗くなり、セミももう暗くなっては鳴かなくなりました。あと涼しい風が窓から吹き込んできますね。さて、2482回目、今回はなぜ山名宗全は山名宗全と細川勝元は戦ったのか、こんなタイトルでお話します。なぜ山名宗全と細川勝元は戦ったのか。15世紀の後半、応仁の乱、文明応仁の乱ですね、応仁文明の乱か。この応仁文明の乱は東軍細川勝元慣例ですね、西軍山名宗全、この人は6分の1州とか6分の1殿と呼ばれ、まあ全国の6分の1が山名だった、全国の領地のね、まあ慣例に劣る四式とはいうものの、まあこの2つのお家が、細川は畿内に多くの領土を持ち、山名はさっき言った6分の1、まあ、この2つの家が争っては幕府は立ち行かない。この2人はそれぞれ分かっていたので、山名と細川が喧嘩しないように、もう喧嘩ができないようにもしていた。山名の養女を細川がもらって、まあ、この二人はまあ父子ぐらいの年齢差がありましたから、ちょうどよかったですね。宗全の娘を勝元がもらって、でその二人の間に生まれた子、あ失礼しました、その二人の間には最初子が生まれなかったんですね。最初というか、で子が生まれなかったので、では養子を取ろうという、その養子も山名から取っていた。でその山名から来たその養子は細川として、あの次の慶長家を支えるという、だからもうこの舅殿婿殿というね、宗全と勝元はもう一心同体といえばそうだった、もう家族同然というんでしょうか。足利将軍、あの義持って言いましたね、足利将軍の義持さん、義持は五代目ですよ。四代目ですね、失礼しました。四代目将軍の義持さん。で、この義持が長い、治世を行うんですが、これが15世紀の真ん中あたりですね。三代将軍義満の後、義持と。で、この義持がやってた頃、慣例はというと、畠山なんですね。畠山持国。この人の名前を覚えておきましょうか。畠山持国さん。で、この畠山が非常に強大で、だからこそさっきの細川と山名は、やっぱ連合せざるを得なかったんですよ。で、この持国さんの時に、さっきの四代将軍の義持と、そして五代目が早くに亡くなり、
そして6代目が義徳でしたが、その義徳も可橘の変、これが1441年、これでやっぱり亡くなり。で、この義持と義徳は兄弟ですよね。義持と義徳は兄弟で、で、義持がいなくなったからくじ引きで義徳がなった。これは6代目。で、その義徳を父として8代将軍の義政が誕生。ただ義政が将軍になった時はまだ若く、その頃まではさっきから言ってる畠山持国の時代だったんですよ。さて、その畠山の持国の跡継ぎをめぐってですね、この畠山義弘、義成と呼んでもいいですね。この人は持国が外で作った子供さん、息子さんなんですよ。で、この人に決まりかけたかと思いきや、別系統で政長ですね、畠山政長、この人が、いや、自分こそ後継者なんだと。義弘っていうのは、よくわかんない素性のものだと。で、この義弘と、で、後から出てきた政長は、これ、いとこ同士なんですね。で、このいとこ同士で畠山の、家督を争うというのが、応仁の乱の発端なんですよ。で、よく言われる足利義満、これ義政の弟ですね、と日野富子が後の将軍後継をめぐって争ったというのは、あれはもう誤りですね。あえて言うなら、足利義満と政所別当の、別当って言ったのかな、当時政所のトップであった伊勢貞親、この人が対立したから、応仁の乱が始まった。これは言っていいでしょう。富子と義満は戦う理由がありません。たとえ義久が生まれてたとしてもね。で、この畠山なんですが、この畠山の家督争いがですよ、この山名と細川には面白くてたまらなかったはずなんですよ。つまり持国の頃はものすごく強大だった畠山がボンと2つに分かれたわけだから。だから曹全にせよ勝元にせよ、畠山もっとね、分裂しろ分裂しろと、ね、お互い潰し合って疲れてしまえと。で、この畠山の争いがですね、もうどん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 大きくなり、ただし京で争いをやるのはやめてくれと、京では軍事衝突してはならぬと、これは曹全も勝元も思ってた。だからどっか別のところでやってくれとね、ちょうど河内あたりでやってくれたらいいなと。で、実際河内あたりでやり始めたんですよ、さっきの義弘と政長の争いがね。そしてこの義弘を応援するぞとなったのが山名宗全。そしてこの山名宗全に関連のもう一つ司馬って言いましたね、司馬遼門。そして西国から大内政弘という人がつくことになった。一方、政長の方には細川勝元がつき、そして義政も最終的にはこの政長の方につき、そして司馬義方と対立していた司馬義稔、これも当然政長の方につくわけですよね。ということで、実は喧嘩するはずのなかった曹全と勝元がいつの間にか、こうですよ、もういつの間にか東軍西軍、東軍が勝元、西軍が
騒然ですね、に分かれることになってしまった。今回のテーマ、なぜ騒然と勝本が戦ったのか。最初からこの二人は戦う気なかったけれど、畠山の家督争い、これを面白がって見ているうちにですね、そのどうやらこれは抜き差しならなくなってきた、そして自分はどちらかにつかねばならなくなった。でそのどちらかにつかねばならなくなった時、騒然は畠山の義弘ですよね、義成と言いましょうか。で勝本は畠山の正長、こっちにつかねばならないということから、だんだんと溝が生じ、そして応仁の乱と呼ばれるものの前に小競り合いが起きるんですね、この2つの陣営の間で。この頃から騒然と勝本はもうかつてのような舅殿婿殿と言えない、その間柄になった。ですからもともと別に相手が憎いわけでもないないどころか、少し前まではもう実婚だった間柄なので、実際に戦いが始まった後でもこの2人、つまり騒然と勝本はもう、さあ戦いやめよう、さあ戦いやめようって、こんな話をずっとしてるんですね。でやっとこの2人がですよ、和睦できることになった、よしこれで乱が終わると思っても、もうさっきの畠山がやめないんですよ。あと芝もやめないんですよ。そしてあっちこっちのもうその守護大名のところで家督争いが頻頻と起こり、この騒然と勝本の意思ではもう収拾がつかなくなったというのが応仁の乱なんですね。だからまあキーパーソンはやはり西からやってきてた大内政広で、で大内はもう瀬戸内海の利権をめぐって細川と対立してましたから、当然西の方に与力するわけですが、その大内が、まあ、来ることによってその応仁の乱が本格的になったし、で大内が自国の領土が危ないってことで帰ったことによって10年ぐらい後ですよ、そして応仁の乱がなんとなく終わったという、そういうことです。今までなんとなく言われていた騒然 VS 勝本、これによって応仁の乱が始まったというのはちょっと不正確で、あえて言えばいつの間にか騒然と勝本は敵味方となって戦う羽目になった。だからあえて言えば、この夢ラジオでよく指摘している通り、応仁の乱のやっぱキーパーソンはまんどころの伊勢貞親なんですよ。この人物が吉見を刺激するようなことをしなかったら、畠山の家督争い、それにね、山名と細川の両方がそれぞれ加勢するということがあったとしても、あんな乱にはならなかった。やっぱ将軍後継というのがなんとなく出てきちゃったことによって、張本人は伊勢貞親です、乱があそこまで大きくなった。夢ラジオ第2482回、今回は山名騒然と細川勝本、この二人は何で戦ったのか。ありがとうございました。